皆さんは、2007年公開された、実際にあった痴漢冤罪をモデルに作られた、日本映画をご存知だろうか。主人公の男性は、無実だったにもかかわらず、実刑判決を受け、懲役6年を言い渡されるという、衝撃的な内容に、多くの世の男性が震え上がったのは間違いないだろう。俺もあの映画の影響を受けた一人だ。あれは5年前、俺が29歳の時だった。朝、いつものように満員電車に乗って通勤していた。俺は郊外の住宅街に住んでいたので、この時間、都心に向かう上り電車はいつもぎゅうぎゅう詰め。この日も、立ちながら音楽を聴き、スマホをいじって、退屈な通勤時間をしのいでいた。数分後、いつも人の乗り降りが激しい駅で、大量の乗客が乗ってきた。うわ、潰される。ぎゅうぎゅうに押しつぶされながら、それでも俺は必死に右手に吊り革を掴んで、バランスをとっていた。ようやく次の駅に着き、少し人が降りて、普通に立っていられるようになりほっとした。その直後、ちょっと、あんた、お尻触ったでしょ。横を見たら、女がこっちを睨んでそう言ってきた。俺に向かってそう言ってきたのは、きつめの顔に化粧バッチリした、背が小さくて小柄な女だった。短いスカートを履いていて、全体的に体のラインが強調されるような服装だった。え？俺？そう、あんたよ、痴漢よ、この人、痴漢。その女は叫び出した。周りの人たちが、一気にこちらを見て苦し視線を感じた。いえ、俺は触ってません。いや、絶対私のお尻を触った、この変態野郎。いやいや、俺は左手にスマホを持ってましたし、右手は吊り革を掴んでました。それなのに、右側にいるあなたを触れるわけないでしょ。私見たのよ、あんたが女の水着姿が映ってる、変なサイトを見てるとこ。だからムラムラして、痴漢しようと思ったんでしょ。いや、見てませんって。これは俺の好きな音楽グループの、CD のジャケットですって。確かに、俺はさっきまで女性の水着姿をスマホで見ていた。しかし、これは俺が聴いていた音楽グループの CD のジャケットで、別に怪しいサイトとかでは断じてない。女はそれが怪しいサイトだと思って、そんなサイトを見る俺を変態扱いしてきたのだ。嘘つかないでよ、この痴漢。女の甲高い声が電車内に響き渡り、周りの人たちも何事かと俺たちのことをじっと見ている。すると女は周りの人にも話しかけ出した。ちょっと、あなた見たわよね？この男が私を触ってたの。え、知りません。あなたは見たでしょ？真正面に座ってるんだから。男は男をかばおうとするから最低ね。あんたね、私が訴えればあんたなんて、すぐに逮捕されて、会社もクビになるのよ。いや、俺は何もしていないので、逮捕どころか会社もクビになんてされませんよ。あんた、知らないようだから教えてあげる。こういう場合、大抵女の意見が勝つものなのよ。もういいわ、慰謝料を払うなら示談にしてあげるけど。さらに。逮捕やクビになりたくなかったらそうしなさい。50万、出てを売ってあげる。と、女は勝ち誇った顔をして、俺ににやりと笑いかけた。50万。というか、なんで無罪なのに、慰謝料を払わないといけないんですか？あなたね、このままだと家族からの信頼も全て失うわよ。慰謝料を払えば、警察に通報しないであげるって言っているのにね。ほんと、わかってないわね。そういうことですね。わかりました。ではこちらとしましては、この件は痴漢冤罪として対応していきますが、よろしいですか？は？何偉そうなこと言ってんの？次の駅で降りましょ。慰謝料払わないなら、警察に通報するわ。そしたらあなたの人生、終わりよ。いいですよ別に、行きましょうか？そこで DNA 鑑定と繊維鑑定をやれば、俺は 100% 無罪だってことが判明しますから、そしたらあなたの人生が終わりますけど。はぁ？何よそれ？金さえ払えば、おとなしくしてやるって言ってんのよ。電車の中は依然シーンとしていて、車内の中にいる人たちは、俺たちの会話に耳を澄ませている。詳しいことをご存じないようなので、教えてあげますね。今の最新技術では、衣服に付着した皮脂や汗に含まれる DNA を調べることにより、痴漢した犯人が被害者に触れたのか、触ったのか、もしくは揉んだのか、ということまで判別できるんですよ。
それに繊維鑑定では、俺の手や指から、あなたの服の繊維が付着しているかどうかも、すぐに調べられます。俺が少し難しい言葉を出した途端、女の目の色が変わった。続けて俺は、直ちに両手を上げて、大きな声で女に話しかけた。はい、俺は今から何も触らないので、このまま液晶室へ行って、DNA 検査をやってもらうことにしましょう。ちょっと、待って。社内の皆さんが証人になってくれますよ。俺は今から何も触りませんので、早く警察に行って、鑑識してもらって蹴りつけましょう。その女は悔しそうな顔をして俺を睨んできた。なんなのよあんた。俺は、弁護士です。そう言って俺は、親指と人差し指でコートの襟をつまんでめくると、弁護士バジをその女に見せつけた。弁護士。社内の人からも、おお、と声が聞こえた。嘘でしょ。あなたみたいな痴漢冤罪をでっち上げて、示談金を詐欺しようとする人が、近年増えているんですよね。そういう案件を俺も扱ったことがありますのでよくわかります。いやー、今回、まさか自分がその被害者になるなんて驚きましたよ。さ、あなたはもう逃げられませんよ。一緒に次の駅で降りるって言いましたよね。示談金詐欺で警察に通報します。詐欺罪はたとえ未遂でも、重罪なので覚悟してくださいね。そんな、なんなのよ。当時の俺はまだ若くて貫禄もあまりないし、髪も染めていて一見真面目な弁護士には見えなかった。それに水着姿の女性をスマホで見ていたから、きっと俺ならいいかもになると思って、女は俺をターゲットにしたのだろう。女は逃げようとドアの方に向かうが、車内は混んでいてなかなか進めない。心なしか車内の乗客が俺に協力して、女を逃げさせまいとしてくれているような気がした。逃げても無駄ですよ。駅に降りれば、そこら中にある監視カメラで、あなたのことすぐに見つけられますんで。私をはめたのね。マジで最低最悪な男。と女はわめき散らし始めたが、俺が一体何をしたと言うんだ。それからすぐに、タイミングよく電車は次の駅に到着し、俺はその女と降りて、駅員さんと一緒にその女を警察に連行した。電車から降りるとき、他の乗客から、よくやった、頑張れよ、やっぱり弁護士はすげえな、と声をかけてもらった。何かあった時のために、と名刺が欲しいと言ってきた男性乗客もいたので、俺は名刺を渡すと、冤罪事件に巻き込まれた場合は速やかにご連絡ください。刑事事件はスピードが命ですから、と言って電車を降りた。その後、鑑識により、意識の調査が行われ、俺の無罪潔白は無事証明された。さらにこの女は、示談金狙いで過去にも3回も痴漢被害を報告していた、という記録が出てきた。女は、この手のやり方で金儲けをするのに快感を覚えて、数回繰り返してしまったみたいだった。だが、今回俺をターゲットにしたのは、大きなミスだった。自業自得とはまさにこのことで、女はこれまでの詐欺行為も含め、懲役刑が課せられ、人生棒に振った。こういった示談金詐欺は摘発されることも多くなったが、それでも痴漢冤罪の被害は減るどころか、年々増えてきている。男性側も、いつ自分が被害者になるかわからないので、もしもの時のために、しっかりと知識を持ってほしい。